Come on.
縄跳びどうぞ。ナース。ニャー。え？アメリカ人ですと、なんかこう、フランク抜ける。Hey! Hi! まあ、ハーフだから、日本人のとこ出ちゃう。でも相手がさ、そういうリアクションするからさ、日本人ってさ、はいって言った時にさ、スンってするじゃん。だから嫌になるよね、多分。相手がしてくれればやりやすかったりするじゃん。うん。他の先生とかも英語絶対喋ってほしくない先生もいる。使わないとうまくならないもんね。うん、言語。それって髪の毛触ってもネチ？一応ネチだけど、なんか 女子許されてるっていう説もある。あー、服はダメなんですか？服ダメだね。だからキャップ入れるし、でもさ、髪も多分キューバとかさ、太い道はみんなチームとか出るじゃん。 あれは確実に引っかかるじゃん。はい、それがダメ、それが OK になるはずがないから、多分髪もダメじゃないかなって考えると、なんかふわふわの髪だったら許されるっておかしいですよ。どっちもどっちで、日本人はみんな結構ショートじゃん、女性の場です。でも海外みんな長いじゃん。そうだね、だいたいでも割となんか結んでるよね、三つ編みとかでね、しっかりと。三つ編みの方は結構当たる気がする。あ、そうだね。では、でね、あとスポーツでさ、頭を振るのはさ、下手な仕事なんだよね、視界がずれるから。だから、そんなに振らないから当たらないのかもしれないね。おー、いいね。あそこまで行かない。なんかブロック飛んでる。多分あとはそっか、俺この間思ったのよね、あのフライングレシーブもそうだけどさ、今の場面もさ、なんで取れないかってさ、多分中学生も言われてるけど、姿勢が高いっていう。こうやって構えてさ、今のこれだけで済む。だけど、そこから行っちゃうと、こう入る時間があるから、こうやってなる。で、フライングも、ここから飛ぶと難しいけど、ここから飛ぶだったら楽になる。だからリベロはいつも。そうだね。やっぱ学生で真面目にやってる時は、言われてるその低い姿勢保って、床に落とさなきゃいいわけだから、うん、ここが高いとさ、取れない時間が増えちゃうし、そこで待ってれば、これだけの時間、ボールが来るまで待てるから、やっぱ低い姿勢。中学生でもやんないよ。これやるじゃん。たまに打つんだよ。たまに打つ。たまに。誰？キラキラ。アメリカでさ、同じ名前の友達がヒロキいるし、もう一人ヒロキいるじゃん。そうするとちょっとごちゃごちゃするじゃん。うん、で日本だとあだ名つけたりとかさ、うん、もうあるけど、アメリカでもそうなの。同じマイケルがいるじゃん。うん、ラストネームとか。あ、呼ぶ方を変えるってこと？うん。メガネかけてるアレックスとか。あー。そういうのがデブのアレックス。あ、oh, fat Alex、ね。それでだって本人にそうって言えないでしょ。うん、でもまあ人によるかも。
くと黒人とか黒人とか White Alex ねみたいな。アウト。ラストネームかニックネームかそうやってあのなんだろうフィジカルのものを使って、体身体的特徴をね。金髪のアレックス。ああ。みんな結構違うから、アメリカは。はい。出て。ハードでは。
最後は一緒だね。もう狙ってたから。飯食った。飯食ってないよ。いや、きついわ、それは。団子食ってくれ。団子食った。え、職場は？小山。小山？え、めっちゃ遠くない？家は。ああ。じゃあ、御殿場じゃあれだな、じゃん。え、どんなんすか？俺？俺、姫路町。普通にコロナで。なんで一緒に危なくすんないんだろう。なんで
私別に青森だからじゃない。あ、有名かも、電車とか有名かもしれない。
見られたら言って俺に。俺うまいし。向こうの何を。ない相手のトス。難しいんだよな。あ、大丈夫。うちの彼女がいるからさ。え？安心してるし、座ってればいいだけでしょ。っていうやつが早い。一回あったじゃん。なんかネッチ取られたやつ。オーバーでトス上げ行ったけど、相手からキュッてやられたやつ。あれオーバーネット。ネット触ってるってことの方がおかしいんだよ。基本的にね、あの普通はありえない。多分先に触られた後にチュッて触ったんだと思う。だからそれが多分見えてないんだよ。そう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 、あれも多分オーバー取られる。今のやつちょっと上げてたけど、どっちのあれでもしゆりさんの手が完全にネットよりこっち側でトス上げてたらあれオーバーやん。こっちから飛んでなかったらいい。飛んでなかったら、飛んでなくてもオーバー取られる。オーバー取られる。基本的には相手のボールなのに妨害されたが全部オーバーネット。話し。
してる。渡部君、西山先輩だな。なんでだよ。エペ取るのは、なんでだよ。あれもスプラトゥーンもやる。エペやってんの、すごい。どうしよう、これでやってる時だけめっちゃ暴言ちゃうから。ね、ね。ね、一番難しいんだ、それ。